原宿表参道元気祭、スーパーよさこいよよぎ公演会場原宿表、参道元気祭、スーパーよさこいよよぎ公演会場原宿表、参道元気祭、スーパーよさこい原宿口会場原宿表、参道元気祭、スーパーよさこいは、よさこい系の祭りの一つで、東京、原宿を会場に、2001年から毎年、開催されている。 原宿地域商店街の連帯と復興を目的として2001年から開催。8月の最終土曜日と日曜日の2日間にわたり、東京都渋谷区の明治神宮、道原宿口、代々木公園、表参道などの会場で行われる。明治神宮の特別協力を受けて、原宿の商店街振興組合が主催、開始当初から、高知のよさこい祭りのスタッフの助言を受けるとともに、 例年10チームほどが高知から参加している。本場高知のよさこい祭りを東京で見られるイベントとして観客数は開催5年目の2005年には約100万人に達した。2018年度は過去最多となる108チーム6300人参加。代々木公園ステージ前では物産展、高知県の PR ブースも開かれる。 http://www.yosa-koy-harhauku.com スラッシュターゲットイコールリザルト2005原宿表参道エリアでスーパーよさこい過去最多108チーム6300人参加へ渋谷経済新聞 https://www.shibukei.com スラッシュヘッドラインスラッシュ13397スラッシュ2018年8月26日閲覧ありがとうございます。